はいこんにちは荒沢夫婦です私たちは4年後に沖縄移住しセミリタイアすることを目標に日々投資や節約を頑張っています今回は遺産相続まさかの父親の資産運用がヤバすぎるというテーマでお伝えしていきます 以前にですね動画で遺産相続することになった話ということで動画の中でですね私が遺産相続することになった経緯についてご紹介させていただきました初めてこの動画を見られる方もいらっしゃると思うので簡単に説明しておくと今年ですねま私の父が亡くなりました なので、まあ、子供である私が遺産相続を受けることになったので、まあ、この遺産相続することになった話ということでですねご紹介させていただいたんですね。 でこの遺産相続に関しての動画はこうアップするかちょっとほんと迷ってたんですけどやっぱりこうお金にまつわることですし、まあ、私自身のセミリタイヤにも関わってくることっていうのもあってでなおかつですね、まあ、遺産相続をこれからもしかしたらする方もいらっしゃると思うので、えー、まあそういった方にですね、まあ、少しでもこうお役に立てたらなと思ってちょっと今回動画にすることにしました。 今回はその中でもえ、父親がですね、持っていた資産の中でえ、金融商品っていうのがあったので、それについてですね、ちょっと衝撃の事実が分かったので、えご紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんにもですね、まあ、こういったことがあるんだなっていうのをね、知っていただけたらと思います。 まずはじめに簡単にですね、私の家族構成についてだけご紹介しておきます。で、今回はですね、まあ父親が亡くなったんですけど、えー、私はもともとですね、両親と私と妹の4人家族だったんですね。で、まあただですね、10年前に父親が離婚して、まあそこから父親は再婚してるんですね。で、その5歳ですね。 で新しい奥さんと再婚したんですが新しい奥さんにも連れ子のお子さんがいらっしゃって、えー、もうすでに養子縁組を、えー、してたんですねで。なので今回ですね、まあ、父が亡くなったということで、えー、法廷相続人と言われるですね、まあ、法律上相続ができる人ですねに関しては、えー、5歳の奥さんと私と私の妹と、えーまあ、連れ子の子この4人ですね4人が法廷相続人になります。 でこの相続人にはですね法定相続分っていうのがね、まあ、あってですね取り分が大体決まってます、もう法律で,で奥さんが遺産の2分の1ですね、半分を、えー、もらえるようになってますで残った分を子供で分けるっていう形なので、えー、今回は子供が3人いるので、えー、6分の1ずつですね、まあ、例えば、えー、仮に6000万円の遺産があったとすると3000万円は、えー、奥さんのもの。 で、残った3000万円を3人で均等に割って、まあ、1人1000万円ずつみたいな形になります基本的に遺言書がなければこの法定相続分通りに、えー、まあ分配されるっていうような形になりますねではですねここからですね、まあ、父親がですねどんな資産運用をしていたのかですねご紹介していきたいと思いますもうほんと衝撃でした、まあ、父はですね金融商品としては投資信託を持っていたんですねで その金額がですすね、1200万円でした。結構すごい額だなと個人的には思ったんですね。で父と全くねそういう投資の話とかっていうのは全然したことがなかったのであ、あのー、遺産をこう確認していく中で、えー、これだけの金額があったっていうことで正直ちょっと驚いたんですねあちゃんとこう資産運用してたんだっていうような感じで。 なかなかこうそういうのにこう興味があるような感じでもなかったのであの正直、えー、この遺産があるっていうことに関してはちょっとびっくりしたんですねでただですねそこからですね、えー、調べていくとですね、まあ、まさかのですねこう衝撃の事実の連発だったんですよねでこの父がですね投資したタイミングっていうのが結構ポイントでですねまあどういうタイミングで父がですねこの1200万円の投資信託を築いたかっていうとですね 2019年の8月にちょうど父がですね誕生日を迎えて60歳の還暦になったんですでそのタイミングで退職金が振り込まれたんですよねでその退職金を一括投資してたんですよ一括投資ですこれすごいですよねもうなんかあのこれだけね、えー、ずっと長年ね勤めて頂、えー、い,いたこの退職金をですね一括で投資するっていうのは もうなんか僕からしたら考えられないんですけど皆さんいかがですかね <laughs> ねえもうこれだけでも衝撃なんですけどでそこからですね、まあ、どんな銘柄に投資してたのかがやっぱり気になりますよね父はですね大和証券を使ってたんですよね証券会社としてもうこれだけでちょっと怖いですよねなんかネット証券じゃないっていうことでなんかこう大和証券の証券マンの人からなんかいろいろ紹介されたのかなとかちょっと怖くなってきますよね でまあ、父もあんまりこうスマホとかパソコンを使うようなタイプの人間ではなかったのでやっぱりこう台湾、えー、証券ということでまあ使ってたんでしょうねでどんな銘柄を実際買ってたかっていうと台湾 J リートオープン毎月分配型っていうね、えー、投資信託を、えー、一括で、えー、購入してたんですねでもこれ見ただけでちょっと僕はねもう衝撃だったんですよね J リートを、まあ、買ってたんですね。J リートなので日本の不動産ですよね。買っててで。なおかつですね、毎月分配型っていう風にね、もう書いてあるんですよね。もうなんかこのワードってもう怖いですよね。毎月分配型っていうのはですね、基本的にこう毎月、えー、配当金を出していくっていうような投資信託にね、えー、ついてる言葉ですよね。で、基本的にこの毎月分配型の投資信託はあまり、えー、おすすめされてないですよね。 っていうのも、えー、特別配当金っていうのがあってですね、まあ、いわゆるこうタコ足配当と呼ばれてて、えー、利益が出ているときはちゃんと利益から配当金が 出るんですけど利益が出てない時もでですすねね、えー、配当金が出るんですよ、ね、でその配当金の出どころがですね、まあ、投資した元本から、えー、配当金が出されるということで、えー、利益から配当金が出るんじゃなくて投資した元本から配当金がもらえるっていうことなのでもうどんどん元本が目減りしていくっていうことで、えー、あまりおすすめされてないんですけどまさにねこの投資信託も、えー、それだったんですよね。 で、ちょうどですね、まあ、私の父が、えー、亡くなってから、えー、この大和 J ・イリートオープンっていうのはちょうどまあコロナショックの、えー、ちょうど本当に真、えーま、っただ中っていうことでもう不動産がもう一気にこう下がってるもう J ・リートが爆下げしてる時期だったんでこの,この J ・リートっていうのを見た瞬間もう本当にこう真っ青になったというかもうえっっていうね感じをもう今でも覚えてますね。 で、こちらはですねその J リートの、えー、基本的な情報なんですけどもう衝撃でですねもう購入手数料が2.2%なんですよねもう高すぎる <laughs> 1000万円投資したらもう22万円取られるみたいなもうマイナススタートなんですよねで信託報酬も0.792%ということでやっぱり高めですよねで毎月分配金が1口80円もらえるっていうことでまあまあこういった、えー、投資信託なんですね で、チャートを見ていくとこちらね結構歴史があって2004年からある投資信託なんですよね。でまあリーマン・ショック前までは結構高値つけててでそっからですねやっぱリーマン・ショックの後にぐっと下がってで、そっからはですねこう基本的に右肩上がりだったんですね日本の不動産は。すごい好調のですねこう綺麗な右肩上がりになっているんですけど、えー、今回のコロナショックでなんとですねこう一気に下がってしまったわけなんですよね。 でこちらがですね、まあ、直近のこうコロナショック前後のところを切り取ったチャートなんですけど、まあ、見ていただいたらかるように激下げしてるんですよねでちょうど父が買ったタイミングっていうのが本当にこう退職金もらった後とっていうことでもう一番高値のところなんですよね基準価格がなんと5290円の時だったんですよで現在がですね大体ですね3300円ぐらいで推移してるってことでもうすごい下げ幅ですよね これ見てです、ね、もう本当にこうなんか言葉にならない感じをもうねあの味わいましたねなのでですねつまりどういうことかというと投資額はですね2,000万円だったんですよ2,000万円だったんですあの遺産としては1200万円だったんですけど投資額はですね2,000万円だったんですよで結局ですねこの1年間でマイナス800万円の え含み損を抱えてしまったっていうことだったんですよね。もうすごいですよね。まあ、こんなことがあるのかっていう感じですよね。で、結局、この投資信託っていうのはもう、えー、父が持っていた負債の返済とあとはですね。まあ、相続人で分配するために全てもう売却しております。はい。 あのー、一部ねこう保有したりっていうのも考えたりはしたんですけどやっぱりもう,こう相続分ということであの相続人のみんなの、ね、意見もこう合わせないといけないっていうところもあってやっぱりもうね、あのー、すっきりさせたいっていうところもあってもうすべてねもう売却するっていうことでもう売却しておりますなのでです、ね、もう確定したもう損失にはなってるんですけどまあまあそういうことになりました でここでですね、もう皆さんに伝えたいことがもう一つあります。あの、それはもうね、正月に実家に帰ったら、もうご両親と資産運用についての話をしましょうっていうことですね。も,うもしね、コロナの関係で実家に帰られないんであれば、もう電話でですね、もう電話でもちょっと資産運用の話をした方がいいんじゃないかなと、もう本当に思いました。で、実際ね、もう私と父はそんなにこう投資の話とかほとんどすることがなかったんで、もしですね、もう、 あのそういった話ができていれば絶対ですねもう毎月分配型の投資信託なんか進めなかったですし台場証券を使わずにね貯証券で使った方がいいよとかねいろんなこうなんかこう伝えられたことってあったと思うんですけどやっぱりですねまあ本当にこう何も知らない人がそういったね証券会社に行ってまああの証券マンの方に言われた通りに買ってしまうとやっぱりこういったことになってしまうんだなっていうのをねもう本当にこう。 あの感じましたねで私の父もですねまあ人がいいところはあるんですけどまあそんなに騙されやすいっていう感じではないとは思うんですよね。まあ、それでもですねやっぱりこう投資に関してのやっぱり知識が全くなかったと思うんで、まあ、やっぱりこういった投資信託一つにですねもうあの一括でもう何も分散せずですねもう不動産のみの一本にこう、えー、投資をしてしまったっていう,こう結果になったんですよね。 なのでですね、まあ、やっぱりこうご両親とはいえ、まあ、あのお金の話とか投資の話ってしにくいとは思うんですけどやっぱりこういうことになりかねないのでぜひです、ねまあ、この動画見てくれている方ってやっぱりこう投資とかあとは金融リテラシーの高い方があの多いと思うのであのぜひです、ねまあ、この動画をきっかけにですね、正月にですね、まあ、親族の方とこう資産への話をするっていうのはこう結構あの個人的にしてほしいなと思います。 で最後にですね今後の内容についてですが、まあ、遺産相続についてのねあの法律的なところとかもあの今後ご紹介していきたいと思っていますなのでまあ相続の流れとかですねあとは遺産目録ですね今回は金融消費のみについてご紹介しましたが他にも現金だったりあとは不動産とかもあるので、まあ、そこら辺についてもちゃんとお伝えしていけたらなと思います。 で、遺産分割協議書ですね。まあ、実際に、えー、それぞれ相続人がどのようにですね、まあ、遺産をこう分けていったかっていうところもね、ご紹介して、実際こう私がですね、どれぐらいの、えー、相続を受けたのかについてもですね、ちょっとセミリタイヤのところにも関わってくるところなので、えー、ご紹介していきたいと思いますので、引き続きまた、え、動画の方チェックしていただけたらと思います。はい。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。 本当ね、衝撃な資産運用をしていたんですけど、まあ、天国でね、父はどう思ってるかわからないですけど、この経験をね、あの少しでも皆さんの役に立てたらいいなと思います。今後も投資やセミリタイに関する情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。